ラフターヨガジャパンのタドさんこと田所隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、ラフターヨガ私初めて聞きました。あ、そうですか。はい、まあ、ご存知ない方も多分いらっしゃると思うんですが、はい、どんなものなのか中村麻衣子ちゃんに説明していただきます。はい、ラフターヨガのラフターは英語で笑いという意味、つまり笑いヨガです。1995年にインドが発祥で、今では世界各国に広まっているそうです。簡単に言うと、笑いとヨガの呼吸法を取り入れたエクササイズで、ユーモアとかコメディに頼らずに、ただひたすらに笑うだけという画期的なエクササイズということです。そうですね、はい、笑うこと、はい、笑うことによりまして、これ一つの呼吸法なんですね、うん、空気を吸いながらは絶対笑えない。はい、そうですね、笑うってことは空気を出す、はい、出せば入ってきます。はい、それが基本なんですね、うんうんうん。でそれいろいろエクササイズを入れることによってこう笑いやすくする。また作り笑いでも、うん、本当笑いでも大丈夫、うん、作り笑いでもいいんですか。それが本当の笑いに変わるときなんですね、頭の中で。これは声出していくっていうことなんですか。あ、声を出さない笑いもあります。うん、はい、声を出した笑いと声を出さない笑いが、はい、体がねすっごく変わりますので、うん、声を出さない笑いをやるとすごく疲れます、うん、その比較をするといいと思います。疲れることがいい、疲れることがじゃなくてそういう使い方なんですね。うん、笑う、なるほど、こういうふうに声を出さないと疲れるんだ、うん、いや声を出した方が楽だなとかね、うん、はい、タドさんすごく声が素敵ですね。ありがとうございます、ね、笑顔ももちろんなんかアニメとか描きそうな感じです。あのお言われますね、白いおひげが素敵ですね。ありがとうございます。宮崎先生に似てる感じの、はい、ね、すごく本当笑顔がなんか印象的です。あ、はい、そうですか。それをこのラフターヨガをやり始めてそういうふうになられたんですか。そうですね、多分そうなんだ。もっと私はエンジニアだったんですよ、うん、あの電子回路の設計の、もっとすごい怖い顔して仕事をやらなきゃなんないですね、設計するのは、はい、そうですね、こういう機器を設計するには、うんうんうん、だその顔とねラフターやった後も全然もう顔が全然変わっちゃったんで、自分でも驚いてます。なるほど、これはもうすごいなと思って。そんなにいいもんなんですねと私は思ってますけど、やられてどのくらいなんですか。7年と半ぐらいですね。はい、長いですね。長いです。じゃあそのラフターヨガ早速ね皆さん多分聞いてるみんなも気になると思うので、はい、やってみたいと思うんですが、はい、すぐできるものですか。すぐできます。お、じゃあ麻衣子ちゃんも一緒に。そうですね、はい、いいですねいいですね女子2人がじゃあやらせてもらえますか。はい、はいはいはい、もう始めちゃってよろしいでしょうか、うん、はい、はい、お願いします。それではですね、うん、ラフターヨガ、うん、ねやる前に4つの要素っていうのがあるんですよ、うん、はい、何でしょう。手拍子。手拍子、はい、ヨガの呼吸法、はい、子供のような遊び心とラフターエクササイズ、はい、その4つの要素がなっております、うん、その一番重要な手拍子やりましょう、はい、これを使いますから、はい、よろしいですね、はい、はい、それでは皆さん拍手してみましょうはい、ありがとうございます、はい、これでリズミカルに叩いてみましょう。いきますよ、はい、1、2、3、はい、はい、これ聞いた人びっくりですよねはい、ありがとうございます、はい、そう、手のひら何かねチクチクしたりジンジンしたりジンジンします ね, しますよね、はい、そうなんです。これなぜかと申しますと手にはいっぱいツボがあるんですよね。ツボの方向で、ね、たくさんあります、はいはいはい、また毛細血管もたくさんしてます、うん、これをすることによりましてね血行が良くなりますから、うん、冷たくなった時手が、あ、手冷たくなったやってください、家で特にねこう寒くなってくると、はいはい、もう拍手してください。こうそうするとね血行良くなりますから、はい、はい、今度これにリズムを変えたいと思いますね、はい、ちょっと聞いてください、はい、ほっほっはっはっはっほっほっはっはっはってこれお腹から声を出すように用意です。はい、行きますよ。お腹がちょっと、はい、ワン、ツー、スリー、はい。ほっほっはっはっはっほっほっはっはっはっほっほっはっ、はい、ありがとうございます。はい、やったーやったーイエーイ浜口さん来ちゃった。舞子ちゃんちゃんとついてきてる大丈夫、股関節しないでね。あの、これからエクササイズ始めよう。始まります。あ、これからなんだ。これ違うんですね。これはまだ、これ何なんだろう。今のは違った。今のは違う、はい、これがエクササイズが始まります。準備体操みたいなもんですかね。そうですね。1、2、3、1、2、3でスタートします。私リーダーですからリーダーの方法を始めました。皆さんもやってください。はい、はい、笑うんですね、とにかく。はい、笑えばいいんです。今から笑うんですか。これからやります、はい、はい、じゃあお願いします。行きましょう。はい、それでは、はい、まずこれはですね、はい、インド発祥なので、はい、手を合わせてラマスなんですね。お互いに、はい、はい、
ありますね。ね、笑いながらやります。はい、ね、みんなとこうアイコンタクト取りながらやります。行きますよ。笑うんですよ。行きますよ。ワン、ツー、スリー、ヘッ。聞いてる皆さんついてきてますか？お家でもぜひねやってみてくださいね。これがその何でしたっけ、挨拶ラフターですね。挨拶ラフターというのが、はい、なるほど。だってこれ結構な種類ありますよ、はい、40種類あるんですか、はい、これは基本的なもんです。どんどん作れますので。これは先生が考えたんですか？いや、これはもうインドの先生が考えたんですね、はい、あるんですね、そういうもの、はい、携帯ラフターとか、はい、ライオンラフター、はい、梅干しラフター、はい、請求書ラフター、はい、ただ笑っているラフターとか、はい、なんかすごくね、なんか動物が出てくるとあなんかヨガっぽいなと思うんですけど、はい、ね、鳥ラフターとか、はい、お金がないラフターって何ですか？あ、もうお金がないラフター面白いですよ。もうこれいろんなラフターがあったりするんですけども、はい、ちょっとどうしましょうね。気になるやついきますか？じゃあその中でも、はい、携帯ラフターというの、はい、これみんなにもできそうですかね。できますね。これね、一番実用性なんですね。実用性、はい、はい、街の中で笑うとバカに思われるんですよ。そうですね、急に笑うとびっくりしちゃいますね。携帯を持って、はい、持ったイメージね、はい、こうやってね、うん、何元に、はい、って笑えば、うん、あ、これは話中だからと周りの人は全然大丈夫ですね。駅だろうが銀座の真ん中払うも全然平気です。これはこれ実際やってる人がみんないますね。みんないる、みんな見たことないんですけど、すごいですね。やってるんですね。やってますね。はあ、じゃあそれをぜひ、じゃあやりましょう。お願いします。はい、すや、はい、携帯を持ったイメージしてください。はい、耳元に持ってきました。ね、はい、いきますよ。これで笑うんですよ。はい、ワン、ツー、スリー。イエーイ。ここまで街でやるんですね。はい、イエーイも。もうイエーイも。すごいですね。はい、これだけで多分。体が暖かくなってきて、そうですね、声出すとやっぱりね、暖かくなりますよ ね、だからあの元気になるって思うこと、声を出すっていうね、はい、声を出す、呼吸法の元気になる、はい、これレッスンとかがあったりするんですか？あ、レッスンはやってます。うーん、はい、まあ、1時間ぐらいずっとこれ、あ、これ2時間、あ、2時間、2時間、そう、1時間半と2時間であの、まあ、教室もってやってますけども、すごいですね、はい、初めて聞きましたけどラフターヨガ、はい、お聞きの皆さんもぜひやってもらいたいと思いますが、何か言いたいこととかあったりしますか？あ、大いに楽しんで笑ってください、うんうん、人生一回しかないからと思ってます。そうですね、はい、楽しみましょう、はい、先生本当にありがとうございました。はい、はいはいはい、この時間は NPO 法人ラフターヨガジャパンの田戸さんこと田所隆さんに来ていただきました。